ピクセルの中を私は最短距離で滑走する。もはや物質的な空間なんて必要ないのに、あえて移動して密会を重ねる私たちは人間時代の名残を引きずったゾンビのようね。視覚上に主観ディスプレイを立ち上げて、私たちはカンボジのように表情をセレクトしてカジュアルに愛を進行するの。互いの腹の内を探り合うなんて下品なことはしないの。私たちには景色を楽しむことしか残されていないから。人工と自然、精神と物質、本物と偽物。浮かび上がって些細な